カニを作ります。上と下の角と角を合わせて三角に折ります。広げます。ぐるっと回して上と下の角と角を合わせて三角に折ります。片方の角を上の三角の頂点に合わせてちっちゃい三角に片方だけ折りましょう。裏返します。裏返したらまた片方だけの三角を折りましょう。今折ったちっちゃい三角、互い違いになりました。この三角はぴったりくっつけたまま真ん中の白い四角を開けてあげます。このままずっと大きく開けてあげて三角に潰してあげましょう。では下のこの三角を、途中までちょっと折ってあげましょう。これがカニさんの体の幅になります。この折り方で好きなカニさんの幅ができます。ではカニの足を折ります。両方から三角に折ってあげてください。これをカニさんの足に見立てます。ではカニさんの爪ですね。爪は下の三角から作るんだけれども下だけ折ってあげてください。これがカニの爪になります。両方です。はい、裏返してみてください。もうカニさんができましたよ。お目目をつけてあげましょうね。目はこのシール、白いシールを貼ってこれは描いてもいいしマッチ棒とかをつけてもいいかもしれませんね。そしてちっちゃいいくらのシール、はい、これで出来上がり。海と日本、チャンネル登録をお願いします。